一括編成の組み合わせが必ずしも最強じゃないよってことをお話しする動画ってことになっております。で、早速一括編成の画面映していこうと思います。で、こういう形で進行で一括編成っていう風に押しますと、こういう形で今島津家久と浅井初が入ったと思うんですけれども、実際は島津家久と浅井初よりも強い組み合わせがあるっていうところを戦法を交えてお話ししていきます。で、戦法の画面に移りますと、まあ、敵に信玄がいたり、その発生するスキル奥義っていうのが敵味方それぞれ確率で発生するものがあるので、それぞれ7パターンずつ検証しております。で、こちらのところからが島津家久と浅井初がいるっていうところになるので、まずこの差を見るときに敵の残存兵数から見ていくのが分かりやすいと思うので、一括編成の場合の残兵数が下から3991、2048、4789、4789、4379、4104、5396っていうところで、ここまでが島津家久と浅井初が入ってる場合一括編成の結果になってます。で、1個上の2895のところからが手動で、まあ、違いとしては福留さんと井伊直虎が先ほどの島津家久と浅井初の代わりに入っているっていう構成になっておりまして、こちらについても7回検証しております。さっきのところが2895、また残兵数読み上げていきますと、下から2895、3877、3121、2221、2391、1449、3909、まあ、ここまでが7回目っていうことになっておりまして、福留さんと井伊直虎とそれぞれ入ってますね。で、なんでこうなるのかっていうところでいくと、一括編成っていうのが武勇と知略の値を参考しているので、島津家久と初が入るんですが、まあ、実はこの2武将、奥義としてはあまり強くないっていうところで、手動で入れた武将はこの2つの武将に比べて、まあ、騎馬部隊を率いた時に奥義が強いっていうような武将になっています。なので実際具体的に、あれですね、順番がおかしいですね。平均の数でいくと、一括編成の敵の生存部隊が平均4221、手動編成の敵生存部隊が平均2836っていうことになっておりまして、まあ、こう一個一個見ていくだけじゃなくて、平均で見てもちゃんと手動編成の方が平均1400程度削れてるっていうところになっております。で、その差はバフ的にはその武勇と知略の値が一括の方が強いので、差として手動の方が強いっていうのは、まあ、奥義から来てます。なので武将の奥義のところを見ていきます。まず島津家久の奥義を見ていくと、まあ、1つ目はその鉄砲部隊でしか発動しないんですが、2つ目についても、まあ、防御力を吸収するっていうところと、兵力が多い場合は攻撃力を上げて、少ない場合兵力回復するというところで、まあ、実はダメージのスキルが入っていないんですね。で、先方の武将の場合だと多くダメージ与えることができるスキル持ってる武将結構いるので、そこと比べるとどうしてもこの島津家久のスキルっていうのは、まあ、比較的弱いスキルになっているっていうふうに考えておりまして、で、先ほど入れ替えた福留さんの場合だと実際どういうスキル持っているのかっていうと、まあ、福留さんはこの第2スキルを1覚醒してやるのでちょっと上がってるんですけれども、 3つの部隊に 37.8% の通常攻撃ダメージを与えることができるっていうところで、まあ、覚醒前でも 25.2% を3部隊に与えられるので、この SR の中で特に優秀な奥義を持っておりまして、並みの SSR 武将並みの性能っていうのがこの福留さんの奥義になっていて、まあ、なので島津家久と入れ替えた時も十分こちらの方が強さ期待できるような、そういう奥義になっているというふうに考えています。で、一方で初については、一つ目が銀山でしか発動しない奥義で、二つ目については適用兵種全兵種書いてあるんですが、よく読んでいくと偶数ターン時現在の軍団のすべての忍者攻撃力と防御力を 6% 上昇させと書いてあるので、まあ、実はこの前半パート忍者部隊じゃないと意味がなくて、で、私の場合だと騎兵使っているので馬を使ってたり、まあ、鉄砲であったり忍者使ってない人にとってはこの奥義比較的弱い奥義っていう風になってます。まあ、なのでこちらの初を忍者以外の部隊で使われている方は別の奥義が比較的強い参謀に変えていただくと、
まあ、先方というか血管も改善されることが多いんじゃないかというふうに考えています。で今回入れ替えた井伊直虎については覚醒数が比較的多いので、まあ、馬バフの防御力が 12% 上がったりで、大二奥義については大二奥義単体の性能そこまで高くないんですけど、まあ、回復によって騎兵をまあ率いた場合だと初よりは強いっていうような結果になってますっていうところが、まあ武将のスキルの比較、奥義の比較っていうところではあるんですが、まあ、特に福留さんですね、 SR 戦法の中で結構優秀な奥義持っていてダメージ量が多いので、そこについてもちょっと戦法をお見せしたいと思います。あ、この戦法ですね、野党に対しての戦法で真田幸村、前田慶次、まあ、それぞれ馬 SSR ですね、その中に SR である福留さんが入っているっていう形になっていて、まあ、二角性ではあるんですけど、実際ダメージ量がどのくらい違うのかっていうのを見ていくと、真田幸村が累計2006ダメージ、福留さんが2308ダメージっていうことで、まあ、真田幸村よりも単純な4ダメージで見ると多いって形になっているのと、前田慶次が結構低いんですね。前田慶次3回発動して累計4ダメージ1129、まあ、結構控えめな性能になっておりまして、こういうふうに見ていくと SR ではあるんですけど、福留さんの奥義がすごい優秀な奥義っていうのが、まあ、見ていただけるんじゃないかというふうに思います。なので今回の動画としては一括編成の罠で、まあ、奥義をちゃんと見ましょうっていう、そういう内容なんですけれども、まあ、実際こういう形で SSR の武将と、まあ、SR の武将とで、その中でも SR の武将でも奥義が優秀であれば多くのダメージを与えられるっていうところと、実際その高画質のところでいくと、浅井ハツと島津家久っていう SSR2 枚を井伊直虎と福留っていう SR2 枚に変えてるので、リアリティ的にも下がってますし、武勇と知略の値としても下がってるんですが、ただ奥義が強いっていう結果によって結果の数字が改善されてるっていうところが、まあ、ご覧いただけたと思うので、まあ、改めていつも一括編成でやられてるっていう方は奥義を強さを見てみて手動でちょっと調整してみるっていうことを試していただけると、まあ、より強くなるんじゃないかというふうに考えてますっていうところがメインの話題なんですが、余談として最初の舞台を出す時も一括編成注意した方がいいっていうふうに思っておりまして、で最終部隊2つ解放されている方の場合なんですけれども、例えば1部隊目が食料、2部隊目が木材を収集するときに、1部隊目を一括編成で編成するとそこに木材奥義の武将、例えば北条玄庵が入ってしまったっていう場合に、2部隊目を出発させるときに木材の奥義武将を入れられなくなってしまって、まあ、トータルで見ると損してしまうっていう、そういうことが発生し得るので、まあ、一括編成はその人が2部隊目に何採取しようかなんてところまで考えてくれないので、なので採取の部隊出すときは1部隊目で一括編成する場合はその2部隊目で何の資源を採取するのか、でそのために何の武将を残すべきなのかっていうのをあらかじめちょっと考えていただいて手動で調整していただくと、まあ、トータルで見たときに資源の採取効率がだいぶ上がるんじゃないかというふうに思います。でここまでが主な動画の内容なんですけれども、まあ、この動画私が新信長の野望で上げる投稿3本目でして、今日1本目の上げた動画生産採取の研究が、まあ、何日ぐらいで得するかっていう動画にコメントいただけたので、ちょっとコメントいただけた方に改めてお礼を申し上げて動画終わろうかなっていうふうに思います。1人目にコメントいただいたくまくまくーまさん、コメントありがとうございました。で音量が小さいよっていうお話いただいたんですけれども、確かに自分で聞いてみても小さくて、今回そのマイクっていうんですかね、マイク近づけてるのと、あと編集のアプリもスマホのアプリ使ってるんですけれども、ちょっと後で音量上げておこうと思うので、この動画が上がる頃には多少改善されてるかと思います。されてなかったらごめんなさい。コメントありがとうございます。続いて当選一騎さん、生産設備のレベルがもっと高ければ、まあ、私がその1本目の動画でお話しした半年より早く元が取れるんじゃないかっていう、まあ、とても建設的なコメントいただきまして、でなんかちょっとその自分の好奇心も刺激されたので、改めて生産と採取とそれぞれ10段階までフルで研究した場合に何日で得するのかっていうのを計算した結果っていうのを1回目の動画のところの概要欄に追記したのと、コメントでも返信させていただいたので、まあ、そちらもご興味ある方がいればご覧いただければというふうに思います。
続いて MYG さんコメントありがとうございました。なんか参考になったっていうような内容と、あと頭が良さそうっていう言葉いただきまして、まあ、とても励みになっております。ありがとうございます。というところで1本目の動画にコメントいただいた方としては以上になるんですが、あまり YouTube にあまりというか YouTube に動画上げることがほとんどなかったので、なんかこういう感じで上げた動画についてコメントいただけて、まあ、それもその建設的な内容であったり、まあ、お褒めいただけたような内容だったりっていうので、この3本目の動画が上げられたっていうのもそういった方のコメントもあってというところでとても感謝しております。というところで、ご視聴いただきありがとうございました。コメントだったりいいねっていうところについてもぜひお気軽に押していただけると、まあ、コメントは押さないですね、コメントもしていただけると自分としては励みになります。ありがとうございました。